あの女の子は、本郷愛ちゃんです。いいよ、いいよ。いいよ、いいよ、じゃなくて。本当に申し訳ありませんでした。結局、エッチはしたのかっていう質問、しました、しました。羨ましくないわけないだろ、そんなもん。大型動作版、林湘、本性愛人不倫、道歉、百万实况主坦言片、愛愛。あの女の人は誰ですかっていうところ。日本百万直播实况主加藤纯一被爆料系网红爆料。加藤纯一称独自飞美国，一个人到球场看大谷翔平比赛，火眼金睛的网友一眼就看穿，实况主身边的女伴就是出道神似林湘，现在当红的爱情动作片女神，24岁本相爱，立刻延上窜升推特趋势冠军。13号实况主马上开直播，线上不伦审判辩解。あの女の子は本郷愛ちゃんです。現地で合流しました。スタジアムで合流しました。勝手についてきた僕が誘いました。計画的だったんですが。はい。さっちゃんにもそうだけど、相手の子にもマジで申し訳ない。多分いろいろ釈明しなきゃいけないだろうし、本当にでも手も触れてないよ。手も触れてないよ。なぜ、奥さんの幸子さんじゃなくて、本郷愛さんと。本当に単純に AV、可愛い AV 女優とご飯に行きたかったからですね。なるほど。結果隔天本相愛出面道歉了、完全打脸实况主。加藤さんと初めて出会った本当の時期は、2022年の年末で、彼がすでに既婚者であるということは私も知っていたので、まだ自分の周りにもあまり言っていないのだけど、実は奥さんとはすでに離婚しているということを伝えられて、もう独身だから、もしよかったら、それから二人で行ってほしいと伝えられました。その言葉を信じてお付き合いをすることになりました。不快に思われてしまった全ての方々に心から謝りたいです。本当に申し訳ありませんでした。被打脸、实况主这下急了、紧拍直播认了。結局エッチはしたのかっていう質問しました、しました。でも離婚するで嘘つ、いやそうだよ、言うじゃん、エッチしたんよ。エッチしたんよ、なんでそんなことないから。羨ましくないわけないだろ、そんなもん。